はい、皆さんおはようございます。2020年12月26日土曜日ですね。朝のキジトラさんいますかね。それでは玄関を開けても今日はいないな。今日もいないや。こんにちは。湘南ティアラクンファームと令和の小作人です。いつもご視聴くださりありがとうございます。キジトラ宅急便株式会社のキジトラさんの動画なんですけど、もうここのとこね、結構寒い日、朝も結構な低温で、夕方もですね、寒くなりましてね、キジトラさんここのとこお見えになりません。お昼なんかもね、よくこうタバコ吸いに行くんですけどね、前はね、タバコ吸いに行くとちらほら出てきたんですけど、最近キジトラさんのちょっと姿もね、日中見なくなってしまいましたんでね、ちょっと寒いから家の中に入ってんじゃないかなと思いましてね。それでこれからはですね、キジトラさん見かけたら動画をアップするということでね、ちょっと不定期にしようかなと思います。また暖かくなったらキジトラさん現れてくると思いますね。まあキジトラさんの動画もね、おかげさんで300本超えちゃって、8月10日ぐらいからかな、ちょろ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 上げててね、ここ最近までね、300本以上動画アップさせて、おかげさまでね、動画アップさせていただいたんですけども、やっぱりこの寒さはね、まあ猫もそうですけど、私自身も応えてきましたね。で、これから朝もね、撮影時間がちょっと日が昇るまで暗くなったり、夕方もですね、暗くなったりするんで、撮影にちょっと支障をきたすような感じにね、なってくると思います。まあ、あれかな、冬至過ぎるまではね、暗くなって、まあ、年明けてね、1月から3月までまた徐々にね、昼が長くなってきますと思いますけど、まあ暖かくなったらね、またこう毎日のようにこうキジトラさんの動画アップできると思いますけど、これからはちょっとね、申し訳ないんですけど、不定期ということでさせてもらいたいと思います。どうもすいません、今までね、ご覧いただいて、まあちょっと同じような動画なんですけどね、まあここまでね、皆さんからたくさんのコメントをいただいてね、本当感謝いたします。本当にありがとうございました。それではね、キジトラさん、まあ冬場はちょっと不定期ということで、これからさせていただきたいと思います。もう主役が来ないとね、どうしようもないんでね、来ないなら来ないでずっと動画上げててもね、まあ主役がいなきゃどうしようもないんでね、まあちょっとそういうことにしましたんで、またね、出てくると思います。その時はまたね、キジトラさんの動画アップしますんでね、よろしくお願いいたします。視聴者の皆様、本当ありがとうございました。失礼します。